身は初ゴール、そうですね、近畿、はい、で、勝ち、連勝ですけど、はい、しっかりと試合にも勝つ、そうですね、個人的にはちょっと最初、うまくボールつなげなくてミスが重なっちゃってたので、その中でまあ1点取れて、まあ、気持ち的にはちょっと落ち着けたっていうのはあったんですけど、まあ、チームとしてちょっと後半とか、奪ったボールをつなげなくて、また相手に与えてしまって、二次攻撃を受けるっていう場面が多かったので、まあ、そういうところ修正して、すぐ試合が来るんで、準備したいです。やっぱりあの攻撃的なポジションなので、常にボールが狙っていたから、まあそうですね、まあ、シュートできるチャンスあればっていうのは、そうですね、流れの中であれば、あのゴールシーンは振り返って、どんなイメージですか。まあ、右サイドからの攻撃で、まあ、基本的に前にいつもチビさんだったりトップだったりいるので、まあ、そのセカンドを狙ってるイメージだったんですけど、まあ、いい感じでこぼれてきたんで、まあ、思い切って振ったら入っちゃったって感じ、入っちゃった感じでした。よかった。狙ってた、まあ、シュートは狙ってましたけど、まあ、あんな綺麗に入ると思わなかった。まあ、今シーズン結構スタメンでの出場も多くて、まあまあ、結構決定機を多くてなかなか決めなかったので、自身も結構ホッとしたところがある。そうですね、まあ、今日に限ってはちょっとその前にミス多くて、決まった瞬間素直になんかガッツポーズが出なかったんですけど、まあ、やっぱこういう点を重ねていければ、まあ、自信もつくと思うので、まあ、次も頑張りたいです。次は、まあ、アウェーで2戦が続くわけです。どういった試合で、まあ、やっぱりここまで負けずにずっと来れているので、まあ、やっぱゼロで、ディフェンスの部分はゼロで得点して勝って帰ってきたんです。練習して、そうですね、練習してみてください。